安曇野市文書館は、長野県安曇野市堀金烏川に所在する公文書館。安曇野市文書館条例に基づいて設置され、安曇野市や、前身の町村に関する重要な公文書を保管、公開している。安曇野市役所堀金支所と同じ敷地内にあり、宇い吉見文学館を併設している。2008年に策定された第一次、安曇野市総合計画の中に、 歴史民族資料の保存、活用が位置づけられ、私立博物館的な施設の設置が検討された。2009年から、安曇野市教育委員会文化課文化財保護係が、市内の公民館や民家などに保存されている古文書の収集と整理を開始し、2011年には安曇野市文化振興計画が策定され、収集保存並びに調査研究。 普及啓発活動を行う文書館機能を持った施設を整備する方針が定められた。2012年からは、安曇野市役所本庁舎の建設に伴い、公文書整理担当部局が設置され、旧町村の非現用文書の整理を、市内の公民館に文書整理室を設けて、目録化作業を実施。昭和40年代以前の公文書はすべて保存し、 それ以後に作成された文書は、当該部下に一時的な整理を委託し、選別を行って、整理を行った。2016年から、公文書館建設の動きが本格化し、2017年に制定された安住野市自治基本条例では、市政文営の3つの基本原則の一つである、情報共有の原則を実現するための施設として、位置づけられた。また、同年には、 文書館業務検討委員会が設置され、具体的な文書館業務について、市民や専門委員の提言がまとめられた。2018年10月1日に、旧堀金公民館を改築して開館し、安住野市文書館講座を定期的に開催している。開館に合わせて、松沢旧作と国会解説運動の展示企画を実施した。開館時点で、公文書約4万6千点。 地域資料約4万2千点。郵便番号399-8211長野県、安住のしほりがねからすがは2701番地、ABCDEFG 瀬畑 ABCD 長い。ありがとうございます。